皆さん、こんにちは。大塚大学呼吸器免疫アレルギー内科の熊野郷です。本日は、ここにありますように、基礎研究を、臨床につなぐというタイトルで、主に私たちの、研究の流れを中心にお話しできたらというふうに思っています。で、基礎研究、それから臨床といいますけれども、私たちの分野にとってはそんなに肩肘を張ったものではなくて、ごくごく自然につながっているような、そんな、そういうのが私の実感、思いです。と言いますのは、私たちの領域においてはこの10年で大きな医療革命が起きました。関節リウマチの治療、それから顔免疫の領域、これはここ10年ぐらいの研究によって、これらの病態に関わるサイトカイン、それから免疫調節分子が明らかになってきて、それを標的にした生物製剤をはじめとするいろんな薬が登場しました。で、これは2012年の薬の売り上げのランキングですけれども、その上位をですね、サイトカインをブロックする薬、あるいは免疫調節分子をブロックするような薬が占めている。しかも昨年のサイエンス誌のブレイクスルーオブザイヤーには顔免疫の領域が大きく取り上げられたと、そういう経緯もあります。で、私は平成3年に大阪大学を卒業しましたけれども、実際ですね、こう基礎研究が臨床につながっていく様を間近で体験することができました。で、その最初の体験はここにあります、新聞記事でありまして、ちょうど私が大学の2回生の時に朝起きてですね、朝刊を取って朝刊を見ると、朝刊の一面にこの記事が飛び込んできました。ここに写っているのが私の師匠でもあります岸本忠光先生、そして京都大学のこれ本庄先生ですけれども、IL-6 あるいは IL-4 といったサイトカイン同定の記事が一面に出ました。で、私は受験の時はですね、生物選択ではなかったので DNA のことも知りませんし、免疫っていうことって聞いてもピンとは来なかったんですけれども、この記事を見た時に何かすごいことが起こってるんじゃないかということは感じることができました。で、そういう、免疫というキーワードで見ていくとですね、当時、大阪大学では、特別講義のような形で、もう世界トップの、世界の研究を、リードする免疫学者の講義を受けることができました。IL-6 の発見と、阻害抗体の臨床応用につなげた岸本忠光先生、それからクラススイッチの解明、そして今ではですね、顔免疫の領域 PD-1 の発見者として知られる本庄佑先生、またインターフェロンの研究で大変高名な谷口忠次先生、また岸本先生とともに IL-6 を発見された現在大阪大学の総長の平野俊夫先生で、こういった本当に世界トップの先生方の講義を受ける中で、研究へのそういう憧れですね、それがどん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 心の中でも増えていきました。とは言ってもですね、その研究でずっと飯を食っていくっていうのはもちろん自信がなくてですね、自分が医学部を志したのはやはり患者さんと触れ合ってですね、病気を何とかしたいという思いからでした。でも当時例えば卒業した後すぐに医局に入ってしまうと、すごくこう道が決められているような気がして、一度はせっかく阪大の医学部に入ったんなら一度は世界レベルの研究を体験したいというふうに思っていました。で、卒業直前まですごく進路に迷っていたんですけれども、そんな時、6回生の秋にですね、大きなニュースが飛び込んできまして、それは岸本先生が第三内科の教授として、医学部に再び戻ってこられたと。で、私はこのニュースを聞いて、瞬時に、第三内科岸本内科に入ることを決めました。で、卒後の経過なんですけど、研修した後にですね、岸本先生の第三内科に入局して、大学院時代は IL-6 の信号伝達の研究、それから IL-6 の受容体の変異マウスを用いたような研究をしていました。で、私自身の研究はあまり大した成果は上がらなかったんですけれども、非常にいい環境で研究をすることができました。例えば私の直接の師匠でもあります微生物病研究所前所長の菊谷仁先生、それに自然免疫の研究で大変高名な秋良静雄先生、また現在京都大学の教授である長澤先生や竹内先生、また現在阪大医学部の教授になられた武田清先生、
でこういった先生方がスタッフあるいは同僚で、まあ、一緒に仕事をするような環境で、まあ、修行時代を送ることができました。で、まあ、大学院時代もあまり成果が上がらなかったんですけれども、まあ、もう少しですね、やはりなんかこう不完全燃焼な思いがあって、まあ、微生物医療研究所に学位を取った後に微生物医療研究所にまあ移ることにしました。で微生物医療研究所というところは美研の財団がワクチンを作っていることでも有名なんですけれども、まあ、大体ですね、まあ、医学関係の人は3分の1ぐらいの人たちがいるんですけれども、まあ、基本的に基礎の研究所であります。で、まあ、そういうところに移ったわけですけれども、まあ、やはり自分はですね、まあ、医学を学んできたので、やはり病気に関わることを何か取っかかりにしたいというふうに思いました。でそこで一つの取っかかりにしましたのが抗 IgM 症候群という免疫不全症です。で先生方よくご存知のように、まあ、免疫というのは二度なし現象でありまして、1度目の感染の時には IgM のタイプの抗体が作られ、2回目感染すると IgM から G へのスイッチが起こってブーストがかかって、速やかに病原体を排除することができると。で、まあ、こういう仕組みになっているわけです。ところがこれがうまくいかない病気があります。それが抗 IgM 症候群。何度感染しても効率の悪い M で何とか対応しようとするので M の値が高くなるから抗 IgM 症候群で、これの疾患関連遺伝子を、まあ、当時ですから、まあ、サブトラクションという方法で探索することにしました。でこれは今から15年ぐらい前の、まあ、私の汚い実験ノートなんですけれども、まあ、その時取れてきたこの遺伝子のリストの中にセマフォリンの名前があるのに目が留まりました。あれというふうに今思いました。でどうしてかというと、まあ、当時ですねセマフォリンというのは理学部の発生の神経発生の研究者が扱っている分子群だったんですね。発生の過程の中で神経がこう伸びていく方向を決める神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群タンパク質群でした。でセマフォリンの名前の由来は手旗信号を意味しますセマフォーに由来すると。で、まあ、神経発生の分子、まあ、我々は生まれた後を扱う人たちですから、どうして神経発生の分子が抗 IgM 症候群という免疫不全症の疾患関連分子を探索する過程の中で顔を出したのかと、まあ、疑問を抱いたのがその後私がこのファミリーに関わるきっかけになりました。でそうやって調べていくとですね、非常に興味深い血行動態を取ることに気がつきました。例えば人の自己免疫疾患に SLE という病気がありますけれども、 SLE のモデルマウスにおいてですね、週例がいくと血清中に自己抗体が上がってくるんですけれども、それと一致してセマフォー D というセマフォリンでしたけれどもセマフォー D が上がってくると。でこれは何か免疫で大事なことをしているのではないかというふうに考えて、セマフォー D の遺伝子欠損マウスを作ってやってその免疫反応を見てやりました。でそこで分かったことは、タンパク抗原で免疫したときに起こる抗体反応が正常なマウスに比べて、まあ、顕著に低下しているというようなことが分かりました。でセマフォリンというのは神経の発生の分子、まあ、ガイダンス因子とされてきたんですけれども、まあ、この時初めてですね、免疫で大事なことをしているセマフォリンの存在が明らかになったわけです。でちなみにまあその後の展開ですけれども、このセマフォー D を阻害する阻害抗体は2年前からアメリカでまあクリニカルトライアルに入っていると、まあ、そういうまあ今展開を見せています。でじゃあその後じゃあどういう、まあ、私たちがまあ研究を続けていったかといいますと、セマフォリンというのはまあファミリーを形成しているんですね。でこれまでに20種類ほどのメンバーが同定されています。で一つ免疫で大事なことをしているセマフォリンが見つかりました。でその時私たちが思ったことは、じゃあ他にもあるんじゃないかというふうに考えました。具体的に言いますと、例えば B 細胞、T 細胞、樹状細胞、マクロファージ、あるいは NK 細胞というそれぞれの免疫細胞を取ってきて、でそれぞれを、まあ、cDNA ライブラリを作ってやって順番にスクリーニングをかけていきました。でそうしますと、それぞれの免疫細胞に特異的に発現していて、そしてそれぞれユニークな機能を持ったセマフォリンの存在が、まあ、芋づる式に明らかになっていきました。私たちはまあこういったセマフォリンをイミュンセマフォリン、免疫セマフォリンの名前で呼んでいるんですけれども、ここに示したスライド5つの分子がまあ代表的には5つであります。これが一番最初に見つかったセマフォー D ですけれども、まあいくつか紹介しますと、例えばセマフォー A というセマフォリンは
樹状細胞 T リンパ球に抗原を提示して T リンパ球を活性化する細胞である樹状細胞からクローニングしてきたセマフォリンです。で実際これはですね、免疫系の司令塔役である CD4 陽性のヘルパー T リンパ球の分化制御、バランス制御に重要で、それが欠損しますとこのようなアトピー性皮膚炎用の皮膚炎をはじめとする喘息もそうですけれども、アレルギー症状を呈してくるということが分かりました。でこれは最近の知見ですけれども、このセマフォリンはですね、実は人の網膜色素変性症の原因遺伝子の一つであるということも最近私たちは明らかにしています。またセマフォリンのクラス7型に分類されますセマ 7A というセマフォリンがあります。でこれは今からそうですね10年ぐらい前にアメリカの神経発生のグループがネイチャーのアーティクルに匂いの神経の伸長形成に関わるということを報告していた分子なんですけれども、その後の私たちの研究によって確かにお母さんのお腹の中にいる場合にはですね、神経の発生に関わっているんですけれども、生まれた後、外科に出た後は炎症反応の鍵になっているというようなことが分かってきました。これはその一つの一例を示したものですけれども、昔でいうところの漆かぶれ、今でいうところの女性の化粧品アレルギーのモデルであります接触性皮膚炎のモデルですけれども、マウスの耳たぶに化学物質を塗ってやると耳たぶが腫れてきて耳介に炎症細胞の浸潤が起こります。ところがセマ 7A がないとですね、炎症反応が著名に減弱してコントロールで認められたような耳の腫れ、それから耳介への炎症細胞の浸潤というのはほとんど見られないというようなことが分かってきました。このように、セマフォリンというのはもともとは神経発生の分子とされてきたんですけれども、私たちのセマ 4D というセマフォリンの解析をきっかけにですね、ここ10年15年の私たちの研究によって我々の体の中で起こっている免疫反応のさまざまな局面で重要な機能を担っているセマフォリンの存在がこのように一つずつ明らかになってきました。で、私たちは免疫が専門ですので免疫からのアプローチだったんですけれども、こうなるとですね、他の病気を扱っている先生方もセマフォリンに興味を持つようになってきました。先生方よくご存知のように2000年に入るとですね、遺伝子のデータベースが整備されて、網羅的な DNA アレイ、タンパクアレイといったような網羅的な解析がなされるようになりました。でそうなるとそれぞれのいろんな疾患の研究をしている中でセマフォリンがちょくちょく顔を出すんですね。で今までであればですね、これは神経発生の分子とされて、捨てられてきたものが、パブメド等々でいろんな私たちの論文も引っかかってくると、免疫で大事なことをしているんだったらこの病気、自分たちの病気でも何かしているんではないかという発想で、研究が続けられるようになっていきました。具体的に言いますと、あるいは遺伝子欠損マウスを用いた解析、あるいはノックアウト動物を用いた解析によってですね、セマフォリン、そしてセマフォリンの受容体というのが種々の人疾患の鍵分子であるということが次々に明らかになりまして、現在疾患治療の新たな創薬ターゲットとしても注目を集めるようになってきました。でそんな例を一つお示ししますと、セマ 3A というセマフォリンがあるんですけれども、これは今から 5、6年前に慶応大学の循環器のグループが突然死の原因になっているという論文をネイチャーメディスに発表されました。で心臓は心膜に包まれているわけですけれども、この上の3列、3つがですね、これ外膜側、こちらが内膜側、グリーンで染まっているのが交感神経です。で通常交感神経というのは心膜の外側に優位に分布しているそうなんですけれども、セマフォリンの 3A がないと逆転が起こりまして、内膜優位に存在するようになって徐脈を呈すると。で逆にセマフォリンの 3A が過剰に発現するような状態では外膜からも内膜からも消えてしまって VT 頻脈を呈するというような報告であります。で私たちはどういうアプローチをしていたかといいますと、私たちはこのセマフォリンの 3A の受容体側からアプローチしていました。セマフォリンの 3A の受容体の一つにプレキシン A1 という分子がありますけれども、この遺伝子欠損マウスを作ってやってその表現系の解析を行っていました。で見つけた異常は2つであります。で1つはこれは樹状細胞に発現していますので、樹状細胞が関わる T 細胞の活性化がうまくいかない、免疫の異常があるということを1つ見つけました。でもう1つの異常は、これは意外だったんですけれども、骨に異常があるということが分かりました。でその後の解析で、まず免疫の異常に関しては、樹状細胞が病原体を取り込んで
T リンパ球との出会いの場であるリンパ節にこれ移動していく際に、このリンパ管がリンパ球専用の通り道になっているわけですけれども、このリンパ管から酸性分泌されるセマフォリンの 3A が樹状細胞の移動をナビゲーションしているということが分かってきました。一方、骨の移動に関しては、これは東京大学の高柳博史先生らのグループとの共同研究ですけれども、高柳先生らの研究によってセマフォリンの 3A が骨保護作用を有しているということが分かりました。で、この2つのメカニズムによって免疫の異常、そして骨の異常が出てたんだなということが分かっています。で、このように、もともとセマフォリンというのは神経発生の分子とされていたんですけれども、こういった免疫系のアプローチが取っかかりになっていろんな病気にかかっているということが分かってきたと。で、これはですね、私たちが JST のターゲットタンパク研究プログラムの中で明らかにしましたセマフォリン受容体プレキシンの結晶構造なんですけれども、これはですね、お互いがお互い知らない間にほぼ同時期の発表になりました。で、私たちの論文はネイチャーに載ったんですけれども、ネイチャーを開くとですね、同じ号にまた別のグループが全く同じ構造解析を載せていると。で、こういうふうな激しい競争になってきたというような経緯もあります。で、実際ここ数年ですね、我々が日々遭遇する慢性炎症疾患、慢性炎症病態にセマフォリンが関わるという論文も相次いでいますし、これは科学欄の一面にこのようにセマフォリンが取り上げられたり、あるいはセマフォリンの特集号が組まれたり、また今年はですね、セマフォリンという英文書籍の出版も計画されています。で、そういう中で私はまた3年前にまた医学部の方に戻りまして、今現在附属病院、そして免疫学フロンティア研究センター、そして製薬メーカーとのトライアングルで基礎研究をなんとかこう臨床につないでいこうと、免疫難病、呼吸器疾患克服を目指した今現在研究を行っています。今日の機会を利用しましてですね、今日出席の先生方と今後いろんな形で共同研究させていただけたらなと思っています。本日はご清聴ありがとうございました。